チス、誰も知らない狩人こと、イカレタコスケです。まもなくやってきますね。7月 26? なんかそのあたりから、アステラ祭5連続ということで、今作、ワールド、オリジナルワールドにおけるアイスボーン手前としては、最後のアステラ祭が、まとまってやってくるわけですよ。ここで、一つ、伝えておかなければいけないことがある。まあそうですね。まあもともとね、ソロでも強い人等々には関係ないかなとは思うんですが、歴戦王というモンスターがいます。歴戦王シリーズね。まあもしかしたらね、自分の使ってる武器にはあまり効果のない防具だったり、まあそもそも、ソロじゃなかなか厳しくてね、まあいいかとスルーしている人もいるかなと思うんですが、ここで、歴戦王たちをやっておかないと、後で、後悔することになるかもしれません。というのはですね、アイスボーンが来たとき、ちょっとね、最近、まあ、チラチラ見た人もいるかなと思うんですけど、どうやらなんかの、なんだっけ、細工屋じゃなくて、まあ、防具のね、見た目を管理しそうな、重ね着を管理している施設的なものが、昨今、ちょっと見受けられましたと。ここで、歴戦王シリーズの防具、取っておかないと、もしかするとね、持っている防具をそのまま、重ね着として、作り直してくれる。これ結構前々から、他作品をやってた人たちからも待望されていたシステムなので、ここで、歴戦王防具取っておかないと、もしかすると、作れないかもしれない。なんでって、そう、アイスボーンが始まってしまったら、一時的に、マルチに、人が、いなくなる可能性がある。ね、まあ、とちょっとね、アイスボーン進めていけば、武器が強いんで、まあ、アイスボーンの武器を持ってすればね、歴戦を倒すことはたやすいと思うんですけど、まあ、それもちょっと怪しいけどね。言うなれば。だって、マスターランクの武器手に入れて、まあ、簡単に歴戦を倒せるようになったとして、まあ、ワールドを順序よく、ワールドからアイスボーンに行かせたい形であれば、ちょっとあまりにも周りが強くなりすぎる。まあ、さすがに使えるとは思うけど、まあまあ、どういう制限が設けられるかわかりませんけどね。でもね、そう、マルチに人がいなくなってしまうんですよ、もしかすると。そうなった時に、ソロで倒すことをすでにちょっと厳しいなと思っている人にとってはね、マスターランクの武器を手に入れることもしかりですけども、ここで、マルチをしておくのが、まあ、ノンストレスでね、いける、最後の希望。青き星となる可能性がありける。まあ、そうね、ソロだと厳しそうなのは、歴戦王ゼノジーバとか、まあ最近だと歴戦王、ネルギガンテ、あ、マグダラオスもいますね。歴戦王マグダラオス。このあたり、取っておいた方がいいのではないかなとね、私個人的には思っているわけです。それが、まあとりあえずね、今回の、ラスト、ファイナル、アステラ祭5連続を、やっておくべき、一つの理由なんですけど、まあ、他にもね、やっぱ、プラスになることがたくさんあります。次がね、チケット集め。これは、まあ、念のため、といったとこでしょうか。先ほど重ね着の話をしましたが、季節ごとの重ね着っていうのは、毎回ね、まあもらえたわけですよ。チケットがある言って、手に入れば。で、大体皆さん、まあフルドレスぐらいですかね。装備として交換したのは。あとは重ね着を交換しておしまいにしてるかなと思います。私もね、全部は作っていないんですけど、まあ防具にも交換できるんですよね。まあフルドレスに始まり、フルドレスはまあ強いからいいか。なんだっけ、サンタのシリーズとか、オリオンシリーズとか、水着という水着という名前のダイバー装備とかね、あの辺も防具としても存在するんですけど、まあ性能はまあタダでもらえるんだったらば悪くないかなっていう性能で、あっという間に使わなくなってしまうものが
多かったですよね。でも、これ、万が一ですよ。この、上位装備から、マスター防具に移行するときに、この元の装備が、手に入らないと、もう手に持っていないと、進化できなかった場合、まあ、そうそうないと思います。そうそうない。まあ、ないかな。ないかもしんないですね。でも、万が一あった場合、次の祭りまで、チケットは手元にないわけですから、作りたくても作れない。もちろんね、ずっとインしてて、毎回こなしてる人は、作ってなくてもチケットあるかもしれない。でも中にはチケットを、まあ、この時期はいいや、別のゲームやってよってことで、取ってなかった防具がある可能性があるわけですよ。ある時。例えばオリオン装備。オリオンシリーズ。じゃあ何ですか?マスターオリオン。オリオン EX とでもしましょうか。防具を作るときに、お、来たこれ!オリオン防具か。これ見た目もちょっと可愛いし、これゲットして、嘘だろ?これ、上位のオリオン防具がねえと、作れへんやん。じゃあ、上位のオリオン防具作るか。おい、クリスマスリア充この上ない生活をしていた俺はモンハンをやっていなかったがゆえ、チケット足りんやん。次はオリオン祭りいつです ?3 ヶ月後オーマイガー周りのみんなが、マスターオリオン、またはオリオン EX で、モンハン獣しているところ、俺は、なんだ、適当なジャグラー装備とかで、生活しなきゃいけないのか。ってことになりかねない。これはまあ、なかなかないと思いますけど、万が一でもあった場合はもう遅いですからね。もう運営開発に、遅けんなよ。オリオン装備、俺なくてお前、俺だけジャグラス装備じゃねえかって言っても、もう遅いですからね。あ、わかりました。じゃあ次回から、配るようにします。でも今回はもうないんだ。ってことになりかねない。ここ、大事だと思います。私もね、もうとりあえず作んなくてもいいし、そんなにガツガツクエストを、アイスボーンまでね、まあ、モンハンとりあえずまだいいかって思ってたら、やんなくてもいいけども、まず、チケットだけは持っておこう。まあ、普通にチケット使う可能性もあるしね。単純に、マスターランクを開発するために。だって、なかなかね、使わないだろうしね。アイスボーンが出て、ワールド始めた人が、その辺の防具使って、使わないだろうな。アステラ祭でな。もうささっと上行ってマスター防具手に入れた方が強いからね。あ、だからありますよ。これは。だって、そうしないと、チケットが、だってマスター用のチケットと、通常のアステラ祭用のチケット、2種類配布される。みんなどっち作る?マスターの方作るでしょう。ってなると、旧チケットの使い道がない。まあ、交換所に行けば交換できるけども、それだけになってしまう。ってことは、現在あるアステラチケットを使い回す。もしくは、防具をさらに上に生成する可能性がある。ここはね、やっぱ、モンハン獣としてはチェックしておくべきところ。アリの子一匹通さない好きなき状態で、アイスボーンに挑むために、そんなところで、心をくじかされないために、ぜひね、集めておいてほしい。僕もね、アイスボーンが来たらね、もし重ね着自由にできるなら、作りますよ。これ。ガロン防具一式をね。とまあ、たらればな話たくさんしましたけど、まあね、モンスターハンターワールド、まだ全然バリバリ、やっているぜとしては、あれだね。このなんつうのかな、時代の流れとして、これ思い出に参加しておかないといけないんですよ。入学式、卒業式、等々あって、まあ、そういう時、大きい出来事がある時は、いいと思うんですわ。記念の飲み会みたいなね、飲み会とかパーティーとか、
まあ、参加するんだよね。その間にも、きっとあるはずですよ。1年生1学期お疲れ3回、2学期お疲れ3回、3学期お疲れ3回みたいなね。夏休み入る前にみんなでちょっと遊んどこうぜパーティーとか、ね、夏休み始まったからちょっとみんなでご飯食べに行こうパーティーみたいなものがあるじゃないですか。だからそれと同じなんですよね。これ、モンスターハンター大好きでこれからもシリーズ続けていくなら、やっぱ語るべく思い出ってのは作っておくべきだとね、私は思います。というか、私は、まあ、それがない。俺のリアルの話はいいんだ。だからこそ、モンハンでもね、作っていきたい。まあ、なかなか忙しくてそれができない人でも、空気を味わっておくだけでね、いいかなと思うんですよ。言うたって、もう、これで、アイスボーンが来てしまえば、もうアイスボーンもちろん有料ですけども、ほとんどの人がアイスボーン買うと思います。ワールドからアイスボーンに行く人はね。ってなると、やっぱアイスボーンありきのモンスターハンターワールドになる。この1年間楽しんだ、モンスターハンターワールドオリジンですか。オリジンの最後のお祭りをね、特に、まあ、一緒にやってるフレンドが多い人なんかは、あの時、やっぱ最後に買ったさ、ベヒーモスがとか。もうだって、強い武器とかが使えるようになっちゃったら、今ある敵の強さっていうのはね、もう味わえないんですよ。縛りプレイになっちゃうから。もうそれはね、似て非なるものなんですよね。で今のうちに、今、いろんな武器や新しいスキルや、新しい防具で強化されてから縛ってプレイするのではなく、現状ある、モンスターハンターワールドの難易度でいろんなモンスター戦ってみるのもね、いいかもしれません。私もね、このオドガロン装備を気に入ってから、ちょっとオドガロンの研究がしたくてね、オドガロンにね、何度か挑みましたけど、やっぱりね、面白いですわ。最初の頃、もう今でこそね、オドガロンとかそんな強い感じしませんけど、でもやっぱり、最初にやった時のね、感動をね、思い出しました。で、これからアイスボーンでは新モンスターバリバリボンボン出てくるわけですね。そこでも新しい感動があると思いますが、その感動に出会う前に今一度モンスターハンターワールド初期のあのワクワク感を思い返してからのアイスボーンに行くのもいいかなと思っております。おそらくアステラ祭りもね、イベント埋め以外にもそういったものもあるかもしれません。あと、これ最後に言っておきたい。お祭りがもうぶっちゃけアイスボーンの直前まであるわけですよね。アイスボーンの前日じゃないんだよね。数日前なんだよね。だそこに向けて、その数日間に何かぶっこんでくるか、もしくは祭りのラスト週あたりに何かぶっこんでくるか、なんかそんな気がするんですよね。なんでね、ぜひとも注目して、アイスボーン楽しみにしてる人はね、ちょっと またね、このワールドのトレーニングだと思って、一度お祭り覗いてみてはいかがでしょうか。というわけで、誰も知らない狩人こと、イカレタコスケでした。ガロン装備、いいね。それでは。